皆さん、こんにちは。マリアでーす。はい、ということで、今回は2018年にね、あのー、行われた、再演された、雪組さんの外旋門をこう見に行った時の様子をね、お話ししていきたいなと思っています。題して、出演作品を客席から見た外旋門に感動ということでね、あのー、まあ、見に行った時の楽屋の様子とか、あと、 キャストのね、方々の感想とか、あと、その外戦もね、感激した、あと、感激後にね、とっても楽しいことが起こったので、そのお話もね、していきますので、皆さん、動画最後までね、ぜひご覧になってください。 このチャンネルでは宝塚の OG である私、崎マリアりが OG からの視点、そして宝塚が大好きという塚をたの視点、両方の視点から宝塚に関する様々な情報や皆さんと一緒に楽しめるような宝塚についての動画をお届けしています。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。はい、ということで、私がね、初演に出演した時は2000年でしたけれども、 18年の時を経て、まさか、同じ雪組で再演をされるとは思ってもみませんでした。2018年、雪組公演ということで、外旋もね、再演されましたけれども、もう本当にこのニュースを聞いた時に嬉しくって、私はもちろんですけれども、もう初演メンバーの皆さんもすごく喜んでらっしゃって、まさか、まさか再演されるとはということで、もう本当に、あのー、盛り上がりました。 で、まぁ、あ、ね、せっかくなら、みんなで見に行きたいよね、っていうことで、あの、連絡をね、取り合って、あの、皆さんでね、感激をすることができたんですけれども、いやー、もう感無量でしたね、本当に。で、あの、まあ2018年の、その雪組公演に関しては、あの、私たちの初演の時とは、まあ 演出とか、振り付けとか、あと、中の楽曲もね、少しずつやっぱりね、変わっていたんですよね。まあ、18年もね、経っていますので、そこはね、もう新しくアレンジをして、あの、作り直して、雪、その時の雪組さんに合ったものを、という形でね、あの、構成をされたんだと思いますが、主演のね、お役は、初演の時と同じく、戦火の轟優さんが特別出演されて、同じ役を、 ラビックをね、演じていらっしゃいました。もう本当にそれだけでね、あの、感動しましたね。うん。で、あの、東京公演を私たちは見たんですけれども、その東京公演の、あの、一緒に見させあの、感激をさせていただいたメンバーの皆さんがもう本当にまた豪華で、いやー、本当に素晴らしいメンバーの皆さんとご一緒させていただけて、私もすごく光栄だったんですけれども、 コウジュタツキさん、そして、月影ひとみさん、で、アランケイさん、で、ナルセコウキさん、で、アサミヒカルさん、でユウナオキさん、アリサミホさん、と、私、ということで、もうこんなメンバーの中に私が入れていただいていいのだろうかっていうような、あの、本当にそうそうたるメンバーの皆さんで、あの、主にね、やっぱり、初演、大劇場、公演、一緒にね、あの、 立本当にいやこのなこのメンバーの皆さんと一緒に見れるんだっていうこと自身にも感激でしたしなんかやっぱり皆さんといらっしゃい皆さんと一緒にいるとその時の初演のことのすごく蘇ってくるというかお稽古場から舞台のもう本当に一瞬一瞬まで蘇ってきましたね。うんで メンバーの皆さんで待ち合わせて楽屋にね行ったんですけれどももう等々力さんの楽屋に皆さんと一緒にごのご挨拶に伺った時になんかもう等々力さんがすっごく喜んでくださってものすごく楽しそうにしていらっしゃってもうその姿が私にとってはものすごく印象的でもうね戦火になられてあのなかなかお目にかかる機会もなかったので久しぶりに。 轟さんにお会いしたんですけれどもいやもう初演の時のこととかも本当一人一人についてのことを石さんがすごく覚えててくださって私のこともすごくあのお話をしてくださってねあのもう楽屋で本当に盛り上がって賑やかすぎてもう一さんが本当に。 いやもうものすごく楽しそうにしてらっしゃったのが印象的でした。もちろんね、見に行ったあのタタンさんとかトンミさんとかもう本当に楽しそうにしてらっしゃいましたしあの、かなり、かなり盛り上がりましたね、本当。で、あの、公演のね、開演前はもう本当に皆さん忙しいので、皆さんのところにこうさっとご挨拶に行って、こう、今日あの、感激させていただきます、頑張ってくださいっていう感じの。 もうみんなに向けてのご挨拶っていう感じだったんですけれども、あの、こう、演があの、外宣門が終わって、休憩時間に、あの、また楽屋にね、伺ったんですけれども、あの、その時の雪組さんって、お芝居からショーにあの、黒塗りをしなきゃいけないっていう、すごく忙しい時間だったので、もうあの、なるべく、私たちの挨拶も、あの、手短に済ませようねっていうことで、 あの、タタンさんとかがすごく仕切ってくださって、じゃあ、あの、サクッとみんな、あの、自分のお役をされた方々のところにちょっと挨拶に行くとかまあの、手短にやろうっていうことで行ったんですけれども、私はこう、トウコさん、アラン・ケイさんと、あの、ご一緒に、ハイメ役のアサミ・ジュンさん、そしてユリア役をやった、あの、彩りみちるちゃん、お二人のところにね、伺ったんですけれども、もうなんか二人とも、 アーサも、みちるちゃんも、なんかすごく、あの、やっぱ、とうこさんもね、いらっしゃったので、緊張されてて、でも、いや、もうすごい素敵だったよ、っていう感じで、あの、お声かけさせていただいて、私ととうこさんと、アーサとみちるちゃんとっていう、4人でね、あの、あの、お写真も楽屋で撮らせていただいて、いや、もう本当に、本当に、なんか、すごく、感動しました。すごい嬉しい瞬間でした。 もうなんか自分が出ていた作品が再演されてそれを客席から見るっていうのがあのあの時が初めてだったのでなんかすごい感動してしまって <laughs> であのもちろんあのトーコさんもね喜んでいらっしゃいましたしそこでももうあの私のインスタグラムでもねあのお写真出させていただいてトーコさんからももちろん許可をいただいたお写真をね出させていただいたんですけれどもこちらはい もう当時のハイメとユリアのツーショットということでね、トンコさんとも、私もツーショットを撮らせていただいて、とっても嬉しかったです。はい。さすがにね、アンサーと、ミチルちゃんと4人で撮ったお写真はね、出すことができないんですけれども、すごく素敵な写真を撮らせていただいて思い出になりました。で、まあ、公演をね、肝心な公演を見た感想なんですけれども、いや、まずもう本当に、トドロキさんが、 全く変わらないというか、本当に初演の時のラビックのまんまというか、ま,あ、まんまではないですね。さらに深みを増して、さらに、さらに素敵な男性になられてたので、まんまではないんですけれども、いやー、お変わりなく本当に素敵だなーと思って、ね、イスさんのあのセリフとかを聞いたり歌を聞くと、本当に全てが蘇ってきて、なんかもう、 すごいプロローグだけで泣きそうになりましたね、私は。うん。なんか感動しました。で、あの、やっぱりね、一さんのラビックで、月影さんのジョアンっていう、あの、お二方を私たちはずっと見てたので、なんか、キーちゃんと、まやきほちゃんと、あの、とどさんのラビックっていうのがすごく、あの、新鮮で、いや、キーちゃんもすごく頑張ったんだろうなと思いましたし、 なんか新きい外ちゃんがやっぱり初演のね月影さんがご覧になるということでものすごく緊張されていたみたいであの後から雪組のねこう、姫とかにも舞咲凛ちゃんとかにもね聞いたんですけども「いやーすごくみんな緊張してましたよ」とか言ってあの、言ってましたね。うん。 でもまあちょっとね大門ときいちゃんについてお話ししたいとも思うんですけれども望ートさん大門のねあのお役がそれは淡々さん浩たつきさんがね演じてらっしゃったボリスという役なんですけれどももう本当にボリスという役はすごくかっこいいお役でもう歌もねたくさんありますし。 ラビックとの友情というか男同士のもう本当にお二人にしかわからないような友情関係が、トドロキさんとターターさんの時も、もうその時のお二人ならではの雰囲気で、その時のお二人ならではの素敵さがあったんですけれども、ダイモンとイッシュさんとのそのラビックとボリスっていうのも、また全然違うくって、あの、時を終えて見た作品なんですけれども、 作品自体は色あせないけれどもそこの2人の関係性とかお二人で作ってこられたあの雰囲気っていうのがなんかすごく心にこうグッとくるものがあっていややっぱりなんかこのボリスとラビックっていう2人のお役はなんかかっこいいな素敵だなっていうのを再確認させていただきましたモダ大門もうも本当に素敵でいやさすがだなっていうお芝居の作り方。 歌唱力であのすごく素敵でしたね。うん、で、キイちゃんのその,あの、ジョアンというお役も、キイちゃんにとってこれだけ大人っぽいお役をどういう風に演じられるんだろうって思ってたんですけれども、あのキイちゃんらしく奔放に、でもあの、すごく、月影さんとはまた全然違うアプローチでジョアンを演じていらっしゃって、 とどろきさんに一生懸命ついていこうとして頑張ったんだろうなっていうのも分かりましたし、なんかぐっと成長されたなっていうふうに私は感じましたね。うん。で、あの、ハイメとユリアのアーサーとアサミジュンさんとね、彩りミチルちゃん、ミチルちゃんなんですけれども、もうやっぱりね、すごく可愛いお二人で、あの、二人ならではのハイメとユリアだなっていうふうに私も拝見させていただきました。まあ、もちろん私と、 アラン・ケイさんがやった時とは、楽曲もね、ちょっと変わっていたりとか、演出も違うところが結構あったので、もうそれはね、それで、お二人が作ってこられたハイメとユリアっていうのを演じてらっしゃったので、もう何かありましたかとか、どうでしたかって聞かれても、もう特に何も言うことはありませんというか、もう本当にその時にね、やっぱり稽古に、その時の稽古で、その時のお二人が作り上げてきたものに私たちが特に言うことはないと思うので、 本当に素敵なハイ、はい、メテュリアで可愛らしくて、二人で一生懸命寄り添って生きていっている姿っていうのが、なんか微笑ましくて。でもこう、やっぱり同じことをやっている場面も多かったので、そこはね、なんかすごく体が覚えているというか、感覚的に覚えている部分があって、なんか一緒に口ずさんでしまったりとか。 体が動いてしまったりっていう部分はね、ありましたね。でも本当に素敵でした。嬉しかったです。なんか客席から見てて。うん。で、あのー、初演の時にもね、出てたメンバーとしては、まあ、やっぱり私は仲がいいので、前崎凛ちゃん、姫もね、すごく注目して見てましたけれども、姫が多分初組子として雪組に来た公演だったと思うんですよね。私が研究家3年生の終わりぐらいだったと思うので、 ねだからさ、その、その姫が、今こうしてこういう風に、すごく上級生になって、外戦門に出てるんだなと思うと、また感慨深いものがあって、<laughs> なんかそこにもすごい、あの、お姉ちゃんのような気持ちで感動してしまって、いや、なんか、時の流れを、 思うとともに、そういう下級生だった子たちがすごく成長して上級生になっている姿にも感動しましたね。うん。はい。で、ね、そんな風に、本当に嬉しく幸せに感激をさせていただいたんですけれども、感激後に、なんと、一緒にね、感激をさせていただいたメンバーの皆さんと、演出、ね、初演でも演出振り付けを担当されたシャータ前先生と、皆さんでね、ご飯を食べる回をね、 担当さんたちがあの作ってくださって。いやあ、もうこの回が本当に楽しくって。もう感激をねした後だったので。まあその。 見た感想とかもお話はしましたけれどもやっぱりね話の中心は主に初演の時の話に <laughs> もちろんなっていや初演の時こうだったよねああだったよねあなたこうだったよねみたいなこととかをもうすごく話をしてシャア先生ももう一人一人に対してのいや初演の時こうやったやんかとか私こう思っててとかいう話とかもねあのたくさんしてくださってなんか あ、そうだったんだ。今だから、なんかわかるけど、そうだったんだって思うこととかもね、たくさんあって。もうこんな豪華なメンバーの皆さんと、感激後のお食事までね、ご一緒させていただいて、本当に嬉しかったです。でね、あの、皆さんね、この写真は、あの、SNS とかでシェアして大丈夫ですよって許可をいただいた写真なので、ちょっとね、ご紹介しますけど、こちらになります。はい。こんな風に、あの、すごく楽しく、お食事会まで。 させていただきました。でね、本当にこういうふうに自分が出ていた作品を客席から見れる機会ってなかなかないと思うので、本当に忘れられない、また私の大切な宝物が一つできたなぁと思って、今日は皆さんにもね、その時の様子をシェアさせていただきました。 はい。ということで、今日のね、この外旋門の再演を感激したお話、皆さんいかがでしたでしょうか面白かったーと思っていただけた方は、ぜひね、私も励みになるので、グッドボタン押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ということで、今日の動画はここまでとなります。皆さん今日もね、最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ you uh -huh.